こんにちは、吉田さん。お金をね、稼ぐことにやっぱ骨うずめにはいけんですね。で、私もね、ビジネスはしていませんけども、お金は稼いでいたんですよ。そしてこれからもそうです。これちょっと不思議な言い方ですよね。だってビジネスしてないのにお金を稼ぐことに骨をうずめてきたっていうことなんですよ。私はね、何もビジネスだけがお金を稼ぐ方法だと思わないんですよ。でもお金が稼げちゃったらそれはビジネスなんだよって言われればそうなんですけども、でもね、逆にビジネスやってるのにお金減ってる人いるじゃないですか。いうかね、なんか大半の人がそうじゃないですか。なんかビジネスしてるはずなのにお金減ってるというね、こういうことが起きてるんですよね。で、ちなみにですね、吉谷さん3710人チャンネル登録者数増えてるじゃないですか。すごいですね。ちょっと前まで3690人だったと思うんですよ。一回3700人行って、3690人行って、今3710人。減りながら増えていくわけですよね。こういうふうにぐらいよねと。やっぱりね、自由な発信をしていても、一つの動画に対してね、一つのあれじゃないですか、アカウントじゃないですか、吉谷さんも。そのアカウントの中にたくさんの動画をシリーズ化させてますよね。私と同じ攻め方です。でも多くの方はサブチャンネルを作ったり、トリプルチャンネルを作ったり、なんかね、アカウントを量産してるんですよ。私は思うんですけども、一部の方を除いて、アカウントを量産するって、結構もったいない方法だと思うんですよね。最近でしたらトップバズのチャンネルいっぱい作ってる人もいますけども、いや、そもそもそうしないといけないのかな。そしてその一つでも大変なのに、たくさんのこと管理できるかなと思っちゃうわけなんですよ。で、あとね、メルカリとかヤフオクとかってアカウントが停止されるから、アカウントをね、たくさん作ってるんですっていう方もいますけども、いや、そもそも停止されるようなことをやるところに疑問はないのかなと。利用規約に抵触するから停止されると思うんですよね。まあそう考えていくと、複数やらないといけないっていうのは、儲かっちゃったんでたくさんやってるっていう意味はいいんですけども、儲かってない人がたくさんやるのは、私はどっちかっていうとセンスがないというかね、騙されちゃってるなっていうふうに感じるんですよ。まあ論より証拠じゃないですけども、私はアカウント1個なんですよね。 YouTube のアカウントも1個、動画をたくさん作ってるけど1個なんですよ。いや、とてもじゃないけど2つ目のチャンネル作れないんですよ、こんなペースで作ってたらね。で、あとはあれですね、 Facebook のアカウントも1個ですよね。ツイッターのアカウントも1個です。その他にもアカウントと呼ばれているものは1個しかないのに、でも SNS がそこそこありますんで、複数同時にやることになります。インスタグラムは私ほとんどだからできません。インスタグラムまでやってたら本当にね、SNS 疲れしちゃいますから、まあ、YouTube をメインにしながら Facebook も使ってるという形で、 Facebook はどちらかというとね、補助的になってきましたね。この YouTube ライブっていうのがもうかなりいいんで、Facebook だんだん離れてきてるような気がします。まあでもね、 Facebook には多くの方のつぶやきといいますかね、はっきり言ってね、不満が多いですね。最初はそうじゃなかったんですよ。自分はこんなことやってます、よろしくお願いしますみたいなね、爽やかな記事が多かったんですけども、同じフォロワーさんでもどんどんね、年を取っていく。で、私が2013年に Facebook しっかりと始めた頃っていうのは明るい話題が多かったんですけども、その頃からね、7年分私のフォロワーさん、友達も年を取りました。愚痴とか文句が多いです。で、今苦しい状況になったのは誰のせいかなってことを書いてたりとか、もう人を叩く記事ばっかりですね。40代50代になった人が、いやー、40代50代になって人を叩いてる、社会がこうなったのは俺のせいじゃないみたいな、自己正当化する。まあ私はそういうふうにしないようにしないといけないなと思いながらやっていきますけどね。まあいろいろ思うことはあるんですけども、その思ったことをそのまんま表現するのか、別の形で表現するのか、まあここにもね、今までの伝える力の差が出てくるような気がします。さあ、そろそろまとめに入りますけども、伝える力さえきちんと培っていれば、ビジネスをしようがビジネスをしていまいが、集客もできるし、紹介も起きるし、セールスも成功するんですよね。私はそういうふうに考えています。それからですね、この力を養ってこなかった方、伝える力とか受け取る力を養ってこなかった方っていうのは、ビジネスをしてるのにお金が減るっていう状態が起きます。今自分がどういう状態に置かれてるのかってことをもう一回振り返ってね、私の言ってることを真に受けなくてもいいんですけども、あれ、ビジネスしてるはずなのに本当お金が減ってるなと、これはビジネスをされてるんじゃないかな、仕掛けられてるんじゃないかなって気づくこともいるんじゃないかなと思うんですけども、いかがですかね。さあ、次のね、動画ではこれからね、ちょっとね、どうやってお金を稼いでいくかってことをね、またお話していければなと思います。まあ、はっきり言って発信しない人には
稼ぐ道はないよっていうところがスタートラインなんで、多くの方がねこれ聞いただけでもう次の動画見る気がしなくなると思うんですけどね。まあ、再生数1になっても全然構いません。これは吉谷さんに送ったメッセージですからね。ね、吉谷さんね。それでは本日は以上です。